奥宮造祭は、幕末土佐藩の学者で、維新後高知藩、教部省官僚。土佐藩士の家に生まれ、田内祭園に、国学、江戸で、佐藤一祭に、陽明学を学び、幕末には、藩校教授、山内豊藩児読を務め、土佐金納党を支援した。明治維新後高知藩で、板垣大介による、藩政改革、教部省での大払復活に関わったほか、 愛国高等結成に参加し、今北高専と、両忘れ会を結成した。文化8年7月4日、土佐国土佐軍布志田村に、土佐藩市、奥宮正樹の子として生まれた。15、6歳の時、田内再園に入門し、国学、和歌を学び、また休日を得意とした。文政13年うるう3月江戸に出て、吉田玉城を介して、 佐藤一切に支持しようとしたところ、父と病にかかり、回復後一旦帰京し、天保三年江戸を再放し、一切に入門した。帰国後、南学の天下にあった土佐において、南部聖祭、市川明祭、岡本康浦等と陽明学の普及に努め、尾崎玄八、鈴木秀祭、島本木祭等を弟子とした。天保五年高知の新寮時代旧王将に借りた。 壁元録で、義壇と格闘し、3月16日、陸昌山先生州を読書中傷悟るに至った。河江末年の動乱期にあたり、藩主、山内とヨテに、旧国の方策を上書したところ、重心に疎まれ、河江7年8月12日奥向婦人夫、広敷役,役として、江戸に左遷され、佐藤一和歌山持道、浅香四斎、大橋突安。 川田敵祭等と、進行した。安政四年の門人町には、島本信次郎、石川淳次郎、小畑孫次郎、吉井萌一秋沢貞行、北大正臣、小笠原健吉、吉松即之助、島村元六の名が見える。安政六年一月暇を得て帰国すると、八月反行、教授役兼持続に抜擢され、藩主、山内豊藩に従い、 江戸に戻り、藤森天山、塩谷東院、安井即県、羽倉勘道、吉野金良王等と交流したほか、山内陽道が冷めずに実居した際、たびたび縁に招かれた。蔓延2年帰国し、文久3年面間、源氏元年間に復し、藩主に従い、大阪に行き、10ヶ月余りで帰国した。平井善路城、小南五郎、佐々木孝行、 竹市半ペルタ、大石八太郎党と佐金納党の人物と交流して、これを支援し、小畑馬根、ね、小畑孫三郎、門田た之介、助、丁矢遠泳、吉永良吉、秋沢聖吉、頼岡志郎、長岡健吉、北大正臣、島本中道、阿波中心作党を弟子とした。慶応元年12月教授兼持続を罷免され、100日間の幽閉に処された。 明治2年文学教授に服し、明治3年1月10日、サトル族首都教に任命され、3月9日から4月17日まで、反省部で、名主層に選挙を行った。明治3年春、校長未記読む規則を寄贈し、5月15日上京、福場義静等に掛け合い、6月27日、斉藤俊之の推挙で、人義関係大使に任命された。また、 フルベッキと出会って宗教を論じ、自身の見識を深めた。まもなく板垣大輔に高知藩の反省改革への協力を求められ、11月25日人議官を辞任、板垣、福岡皇帝と船で帰還し、12月15日班大族初期係に就任した。人民平均乗りを寄草した。明治4年1月6日大族学校係、2月27日。 古籍社事係を歴任し、3月18日から4月7日まで、有族大医、有族人間霊根治由権利約術、校長未清読む規則を携えて、土佐東部を巡回した。明治5年2月30日状況、教部省設置に伴い3月24日休党、出資、3月25日記録化、5月4日編集化、5月24日発党、出資、 6月27日にしか、7月28日、大教委員長かけ、8月30日第6となった。明治5年、福場義静に自身の大払い復活案が認められ、式部領と調整を行った。明治6年1月24日、キリシタンの活動が活発化した長崎への出張を命じられ、中教院の設置を進めたが、2月24日、 近況令が解かれたことにより、現場で混乱が生じたため、4月下旬審議を図るため、急遽帰京、代理として、もメめた神が九州に派遣された。11月25日大講義兼務を解かれ、27日京部省、交渉課に配属された。明治6年民選議員設立憲白書の修正ブルー飾りに関わり、明治7年1月10日、 愛国高等結成に参加した。明治7年5月11日から9月6日まで、第4大学区の広島県、鳥取県、島根県、北条県、小田県、愛媛県、山口県、浜田県を巡回したが、6月14日、山口中教院で今北高専に出会い、明治8年10月20日、今北高専を名手として、両忘れ会を結成した。 明治9年11月2日教部省教務課に移ったが、明治10年1月11日教部省は廃止された。教部省では、福場が離れた後も、中村光栄を通して知った、吉見幸和の実事神党に基づく権限等を行ったが、新たに上層部となった、黒田清綱、三島道常と薩摩罰には、受け入れられなかった。 明治10年5月30日、一チを語るカタルの試しため下や、岡地町の自宅で死去し、谷中霊園に葬られた。大正時代二度に渡り沿位の申請がなされたが、三男、奥宮武之が、大逆事件で処刑された影響で実現しなかった。五代目、子孫、奥宮翔太郎は、神奈川県在住。ありがとうございます。